メーション。先週からスタートしていますよ、セレッソ大阪セレッソインフォメーションです。まずは試合を振り返るところからの始まりですが、昨日5月15日日曜日、緊張スタジアムで行われました J2 リーグ第13節、セレッソ大阪対レノファ山口 FC の試合は2対4で敗れました。昨日はですね